新井監督、勝負はまだ先。広島が逆転負けで8月に入って初となる8カードぶりの負け越しを喫した。この日は上位3チームで1人負けとなり、2位巨人とは1ゲーム差、3位阪神とは4差になった。痛い一敗に思えるが、新井貴浩監督は攻撃面での終盤の粘りを称え、勝負はまだ先と悠然と構えた。負け方に点数があるとするならば、この日の敗戦はかなりの高得点だろう。優勝を争う上で一敗もしたくない状況に変わりはない。ただ、終盤に見せた追い上げは、見る者に再逆転への希望を抱かせるには十分だった。新井監督は、最後まで諦めずにいい攻撃ができたと思います。来週につながる、そんないい攻撃だったと思いますと、負けを気にする素振りはなかった。タイガースもブルペンが強力だけど、3点を返したし、最後まで絶対に諦めないという野手の気持ちも伝わってきたと指揮官。相手の勝ちパターンの投手たちを追い詰めたナインの姿に目を細めた。2位巨人から3位阪神へと続いた上位との6連戦は3勝3敗で終了。新井監督は、周りの方が、この1週間が勝負だとか、今後を占うとか、そう言われましたけど、自分はそんな風に思ってないのでと余裕すら感じさせる笑みを見せ。勝負はまだ先だと思うと4度も繰り返した。27日からは4連敗中のバンテリンドームで中日との3連戦。終盤に見せた勢いで鬼門を突破してみせる。次は鬼門のバンテリンドーム広島3連敗もあり得るか、再び3チーム混戦かも。いい監督ですね。常に前向きコメント。過去を振り返らず次へ。振り返るのはシーズン終了後。球審が低めを取らないから高めになるのも仕方がない切り替えよう。もう田中康介を勝負どころで使うの早めや。もともと得点圏良くない。相変わらずの仲良し采配でイライラするわ。バンテリンで首位陥落しそうな予感。当たらないことを祈る。勝負は、まだ、先か。なら、チャンスに代打康介も理解できる。直接カードなんだから、一人負けの表現は適切ではない。カープに巨人、シーソーゲーム状態。2ゲーム差になったと思ったら、1ゲーム差の繰り返しが、まだ続くのかな。阪神が、もしかしたらの可能性はあるわけです。首位が独走できない、セリーグ。森は悪いなりに5回、2点くらいで抑えてたら勝ちもあったろうに。大竹相手に大量点じゃ勝ちようがない。中日にスイープされたら面白くなる。ヒロトにノーヒットノーランを決めてもらいたい。とにかく明るい新井監督。